どうもこんにちは、ギタリストの小川智成です。本日はこちら、先日発売いたしました4小節単位でブルースフレーズのレパートリーが増やせる本増補版、こちらがですね、発売から1週間経ちましたが、おかげさまでエレキギター楽譜スコア音楽書のカテゴリーでベストセラー1位ということで、ご購入いただいた方々皆さんありがとうございます。ということでですね、感謝の意を込めてですね、この本の補足をいろいろと今回はしていきたいと思います。で、この本をご購入された方皆さんですね、ブルースフレーズのレパートリーが増やしたい、ブルースのアドリブが弾きたいという目的でこの本をご購入されたかと思いますので、僕がですね、今までのギター人生の中でどのようにしてブルースフレーズのレパートリーを増やしてきたか、またはアドリブが思い通りに弾けるようになってきたかという過程を話しながら、いろいろと補足をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、この本を買ったらまず弾きますよね。好きなフレーズ見つけて演奏しますよね。で、最初はですね、もう丸暗記でいいですからね、難しいこと考えずに、かっこいいなと思ったフレーズを弾いて、弾けた、やったっていう感じでやってってください。で、この本を丸暗記した状態というのは、空耳みたいな感じなんですよね。まあ、ほったいもいじるなみたいな感じですね。What time is it now を、ほったいもいじるなって覚えるような感じで、もう音の聞こえ方だけで覚える。それで覚えた状態と、これを丸暗記したっていうのは同じような状態ということですね。で、その後に、一個一個の単語を調べてって、あ、そういう意味なんだ。このつながりはこうなってんだとかって分かってったり、で、このブルースの教本だったら、あ、ここはこういうスケール使ってんだとかっていうふうに分かっていくんですけど、それをまあ分析というわけですね。で、分析するためには、大前提が2つあるんですよ。それは、まず、指板の音が分かってるかどうか。ここに何の音があるかっていうのが分かってないと、分析したとしてもギターで表現ができないんですよね。まあ、A7 スコードだったら、ラドシャープミソって分かったとしても、ラドシャープミソがどこか分かんなかったら、抑えられないんですよね。なので、まず、分析に必要な大前提は、指板の音を覚える。そして今度は、度数で音を数えられるかどうか。度数で音が数えられないと、スケールとかでね、マイナーサードの次にメジャーサードを弾いてとか言っても、何ですかマイナーサードは、ドですかラですかみたいな感じになっちゃうので、度数で音を数えられるようにしとくというのも重要になります。ということで、この大前提2つ、指板の音の理解と度数で数えることができるという、この辺をね、踏まえた状態で分析を始めていってください。この辺はですね、僕は宮脇敏郎先生の書いた、最後まで読み通せる音楽理論だっけなっていう教則本でね、勉強しました。なので、まだ指板の音や、度数での音の数え方がわからない方は、そちらの方を参考にして見ていただけるとこれ幸いでございます。はい、じゃあまずですね、今回はこの本には載ってない新しいフレーズをご用意しました。コードは A7 で、2小節のフレーズを作りました。こういうフレーズですね。で、このフレーズを覚えて、で、自分のものにして、そして発展させて、フレーズのレパートリーをどんどん増やしていこうと仮定して話を進めていきたいと思います。そしたらまずですね、これを、このフレーズを分析していきたいと思うんですけれども、まずですね、A7 コードにおいて使えるスケールというのをね、考えてみたいと思います。まずはブルースといえば Am ペンタ。A7 スで Am ペンタが使えます。
で今度は A のメジャーペンタも使えます。でこれらをミックスした A ミックスペンタっていうのが、使えるんですけれども、今回のフレーズはですね A マイナーペンタプラスメジャーサードフラットフィフスだけでこと足りてしまうフレーズなので、A マイナーペンタプラスメジャーサードフラットフィフスっていうスケールを使いたいと思います。単純に A マイナーペンタを弾いて、そこにメジャーサードフラットフィフスを足しただけというスケールになりますね。じゃあ、こちらのスケールをもとに先ほどのフレーズを、一個一個紐解いていきたいと思うんですけれども、はい、ではまず最初は1小節の1拍目。このフレーズはイレブンスをチョーキングすることでフィフスになりますね。でその後に2弦後フィフスの音、1弦後ルートの音に続いていきます。で次の2拍目がマイナーセブンスから5度に行ってフィフスに行ってイレブンスに行くと、これが 1,2 拍目になりますね。で次3拍目、5度からフィフス、イレブンス、マイナーサードに行きますね。そして4拍目がルート、イレブンス、ルート、ここはですねマイナーペンタだけしか弾いてないということになりますね。はい、で2小節目に行くとここでようやくメジャーサードが出てきます。ちょっと明るくなりますね。ここででで、ルートに行きます。マイナーサード、メジャーサード、ルート。で2小節目2拍目がマイナーセブンス、フィフス、マイナーセブンスですね。で次がですね5度、フィフス、フラットフィフス、イレブンス、ここでブルーノートのフラットフィフスが出てきます。はい、で最後の4拍目がマイナーサード、メジャーサード、ルート、こんな感じになります。というふうに分析ができるんですね。でここまで分析ができると1小節目はマイナーペンタ一発で弾いて、2小節目はマイナーペンタプラスメジャーサードフラットフィフスが使われているんだなという分析ができますね。じゃあ今度はこのレパートリーを増やそうということで1小節目をちょっと変化させます。一小節目をランフレーズ、ラン奏法フレーズみたいな感じで、この一拍目のこれを3回繰り返します。そしてイレブンスからマイナーサードに行ってでルート、こういう一小節目にちょっと変えてみます。これもね、すべてマイナーペンタのフレーズなので、まあ、交換可能なんですね。はい。で、2小節目は最初のフレーズと全く一緒です。という感じで、1小節目だけが変化しました。もうこれだけでレパートリーが2つに増えましたね。で、じゃあ今度は1小節目をマイナーペンタ一発じゃなくてフラットフィフスを足してみようということで、こんなフレーズを作ってみました。こんなフレーズなんですけども、まず1拍目2拍目は一緒ですね。そしたらフラットフィフスにスライドします、ね、でルート行ってまたフラットフィフスに戻ってイレブンマイナーサードルートできますね。でその後は一緒です。
つなげると、これでね、一小節目がだいぶ、ブルージーになりましたね。ブルーノートのフラットフィフスが足されることで、かなり怪しい音が入りましたね。という感じでですね、まあ、A7 コードに対して使えるスケール、音を理解しておくと、フレーズ全部を変えなくても、その中の一拍だけとか一音だけとかを変化させることで、もう枝分かれがすごいね、小さい枝分かれなんですけど、いっぱいブルースフレーズがレパートリーが増えていくんですよ。このほんのちょっとの違いでも聞こえ方がどんどん変わってきますので、毎回違うこと弾いてるように聞こえてくるんですよね。まあ、こんな感じでですね、僕はね、今までいろんなブルースフレーズをですね、枝分かれさせて、フレーズのレパートリーを増やしてきました。ということで、こちらの本に載ってるフレーズをですね、まず丸暗記したら、次は分析して、そして使えるフレーズ、スケールか、あとは音を理解して、それを一拍でも一音でも変化させて、ちっちゃく枝分かれさせて、フレーズをどん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 増やしていく、そんな風にしてね、使っていただけると、どん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 、フレーズが増えてきますので、ぜひ参考にしていただけたらこれ幸いです。ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回もぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。